それでは明るさ補正を設定してみます。まずこちらのプラスマイナスのマークがあるところですね、上に押します。そしてこちらにメモリが出てきますので、このダイヤルを回してプラス方向やマイナス方向に補正をかけます。そしてちょうどいいところで、もう一度このプラスマイナスの記号のところですね、上ボタンを押して決定です。